なんだ、攻めなきゃ。左ガードを下げたままヒットマンスタイルを崩さねえのも、しかし正当なディフェンスとはいえ、えげつねえぜ。幕の内の勢いを寸断する真島のエルボーブロック。ジャブを散らしておいて休む間を与えるな。必ず隙ができる。そこ、そうだ、せっかくロープまで追い詰めたんだ。よし、試合じゃ真島の方が1枚も2枚も上か。どうした、もう右は打ってこないよ。今度は幕の内がロープ際、欧州逆転だ。ダメだ、左じゃ勝負にならない。くそ、どうすればいいんだ、どうすれば。幕の内右、またもやボディ狙い。勝てると信じてこればかり練習してきたんだ。バカの一つ覚えが。そのまま叩いてたらマジ骨までいっちまうぞ。あいつの頭の中に足引きずって戦った宮田の姿がこびりついてんだ。諦めやがれ。マシバも返す。激しいクロスファイトになってきた。マシバの左が少なくなったんで懐を取りやすくなった。右拳の感覚がなくなってきた。クソが粘りやがって。フェイント。幕の内も効いている。動けません。クソ、チャンスなのに。限界か。上がりません。マシバどうした。野郎、かなり前から痩せ我慢してやがった。一歩の拳潰して楽な展開になるはずが。小僧、今がチャンスじゃ。何しとる。いけ。だが腕はまだ一本残ってるぜ。うわ。やった。そのコンビネーションじゃ。足は消えている。足元が定まっていません。幕内チャンスだ。バカ野郎、ダメージなんぞ気力なくてません。聞いてねえ、聞いてねえぞ。気力の充実したボクサーはなかなかボディじゃ落ちるというが、このまま叩き続けろ。絶対顎が下がる。クソが、左手さえ上がりやあんな。やっと、ここで第2ラウンド終了のゴング。決勝戦にふさわしい白熱の攻防。一体この死闘を制するのは真島か幕の内か。周りの毛細血管も軒並み破裂してやがる。よし、よく戦った。ポイント取り返したわ。痛いとこじゃが、右拳は大丈夫か。何が大丈夫じゃ。無茶しろって。単に拳の皮が裂けた怪我じゃこうはならん。すでに割れた甲の骨が拳の肉を突き破っても、最悪の場合再起不能リタイア。ここでそんなもんにこだわって、将来を棒に振る気か。再起不能をかけて戦うやつがどこにいるかと。仕方あるまい。当のボクサーがここまでやる気になって、こうなったら拳の負傷を最小限にとどめていいか。右拳は絶対に強打するな。今のマシマならそれでもなんとか通用するじゃろう。左でボディを叩き続けろ。顎が必ず下がる。その一撃で必ず倒しきられもならん。たく、西村のやつ話長いからな。バカ野郎、足を使えって言ったろうが。休みなしに打ち合っています。マシマは右。足を使うなんて消極策を取ればこいつはガンガン来る。フリッカーさえ来なければ懐に入れる。どうしたんだ久美ちゃん、まだあいつの試合やってんだろ。私もう見てられない。この距離なら一歩のもんだぜ。もう少しだ、もう少しで顎が下がる。距離を取るマシマ、幕の内を追う。幕の内奪権が当たらない。マシマ苦しい。幕の内の左、マシマ完全に足に来ています。しかし立っています。マシマもう一発入れば耐えきれずに体はくの字に回りたい。負けられない。Thank you.
の力。やばい、クリカからチョッピングライト。マシュマの KO パターン。さっきの攻撃も体力の限界ギリギリだったんだ。僕だけ右拳の痛みを気にして。幕の内ロープを掴んだ。諦めていません。そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。寝てればいいもの。そんなんでこの人に勝てるわけないじゃないか。たとえ右拳と引き換えだって構わない。一丁前に右を温存させようなんて大甘だった。絶対勝つ。何度でもぶち倒してやる。僕は今すごいボクサーと打ち合ってるんだ。マシバがゆっくりと幕の内の前へと歩み寄る。うなんでマシバさんが倒れるもんか。右拳に締めてる思いを駆け打った。幕の内の強烈な3連打で右拳の感覚がなくなってきた。負けるわけには負けるいや負けるわけには。ブレイクは離れて。だったらこっちだって負けてられるか。もう少しもう少し離れた。もう右拳の感覚がない。立たないでくれ。おい、試合終了。いい根性だったぜ。今言っても聞きやせん。ここまでよくやったわい。やめろマシバ。わたさ俺がこんな奴に負けるわけねえんだよ。ありがとうございました。行こうマシバ。うるせえうるせえよ。恐ろしい相手じゃったの。絶対立ってくるって思いました。カウントがすごく長く感じました。じゃがその男に勝ったのがお前じゃ。あれ皆さんに挨拶してこんか。お前100連爆だけどそこがいいか。全11階級で行われてきました。今夜全階級の新人王が出揃いました。決勝が終わるとこんな式があるなんて知らなかった。フェザー級の幕内選手です。最優秀新人王。いや私のためにこんなになってごめんね。ごめんね。あの野郎間違いなく拳を潰してたのに、やっと這い上がるチャンスだと思ったのに。なんたってボクシングっていうのはエコひいきなしだ。やめられねえよな。また頑張ろう。しかしまさか一歩が最優秀とはな。一歩とマシバどっちが勝つか。これだけ一歩にかけたから。高村さん確かメモ取ってありますよね。これで酒が抜けてくれるといいんだが。酒。みんなとっても強かった。宮田君とは結局戦えなかったね。宮田君もきっと満足してくれる内容だったと思う。僕が東日本新人王か。ダイナマイトパンチを実践へ颯爽とフェザー級を制覇。さすがに新人王となると扱いがでかいな。修業式以来だね。そんなことよりやったな。次の全日本も楽しみにしてからな。おお、絶対応援行くぜ。そんなに期待してくれてるのに言いにくいんだけど、全日本は棄権することになりそうなんだ。ちょうど治りかけの時期だから。それにダメージ抜くにもしばらく時間がかかるし。やっとしたら俺たちは就職してかもしんねえけど、応援には絶対行くから。そうか、もう高校生活も最後なんだよね。進路相談ではボクシングを続けるって言ったけど。目標に向かって気合を入れてほしい。以上。次の試合もいつになるかわからないし、何か新しい目標を見つけないと。悪く言わないでください。最後まで僕が真柴さんの相手だって言えずじまいだった。僕のこと絶対よく思ってないよね。でも謝るったって今さら言い訳っぽくなっちゃうよな。今焼きたてがありますよ。じゃなくて焼きそばパンを。あのさっきの女の子久美ちゃんね、ここでのバイトは今日が最後だったのよ。
なんか味気ないな。いつもと同じ焼きそばパンなのに。間接的にだけど完全に失恋しちゃったな。あれが最後のいらっしゃいませか。